リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。はい、本日はシェフィーさんの爪切りをねやっていこうかなと思います。はい、この子ねうちに来た時からまあちょっと指のない欠損の部分も多い子なんですけれども、それでもねしっかりやっぱり爪は生えておりまして、ちょっとその爪がね結構引っかかるようになってきて、最近こうやって散歩もさせていたので、ちょっとね引っかかりすぎないように爪切りをしていこうかと思います。ちょっと今ご機嫌斜めですね。さあ早速やっていきますよ。よいしょ。爪切りで使ってるこのハサミはあれです、あのフクロモモンガちゃんたちにも使ってます。ここの指は爪ないんだ。このもうちょっとここ切れるね、このセット。はい、血は、出てきてない。はい、では次、こっちの足をやりたいが、ちょっとその体勢だと難しいな。ごめん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 。はい、ちょっと失礼するよ。よいしょ。もうちょっと待って。この子ね、お迎えしたタイミングの時から、注意は受けてて、ちょっと、指がね、多分、なくなっちゃうよっていう話をされてて、なんか指と指の、こう指があるじゃない。それとここにくぼみがあって、なんで、こう、くぼんでたんですよね、指がね。そしたら、そのくぼみの部分のところから、指の先端がポロッと、やっぱ取れちゃってるっていう状態ですね。ただそういうのも感じさせないくらい、この子は元気に育っておりますね。毎回結構このシェフィーをね紹介するときにご説明だけさせていただくんですけれども、実は最初からなんですよっていうのはちょっと再三伝えておこうかなと思っております。勘違いされる方もねいらっしゃいますので、初めて見たばかりだとね、よいしょ、皆さんがね、皆さん過去の動画を見てくださってるとは限らないので、よいしょ、ちょっと失礼するよ。よいしょ、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 これもうちょっと切れるな。ここは、これもちょっといけるね。よいしょ。ここも、もうちょっとだけ切っておこうか。はい、OK。血は出てない。あ、ここもちょっと切れるね。いけた。はい、っていう感じですね。なんか、ピンボケとかしてそうだけど。あ、ここ、もうちょっと切っておいていいね。先端が結構。かかるね、よし、ちょっと痛かった、もしかして。でも血は出てないよ。パチンっていうその爪を切られた感覚が嫌だったのかな。血は出てないね。神経をやったわけではないね。よいしょ。はい、爪切り終了。すげえ気になる、この目のところにさ、目のところに、わかる？この目のところにね、脱皮の皮がついてるのと、あとここの先端も脱皮してるのと、あなたちょっと鼻ぶつけたでしょ、脱走しようとして。ケージに頭ガンガンぶつけてたもんね、この間ね。この辺気になるの。ちょっとピンセット持ってくるね。よいしょ。あんまり
傷をつけないようにゆっくりと、取れた。ちょっとごめんね。よいしょ、取れた。こっちは。ちょっと嫌そう。で、ごめん、落ち着いて。ここは取れる？ああ、嫌なんだね。シュッって言ったしね。もう一回だけチャレンジしてみようか。ああ、嫌そう。やめよう、うん。これ以上はやめます。ちょっと嫌そうだったので。とりあえず爪は切れました。こんな感じで。この子ね、ここの指が、節がね、第一関節がちょっとなくなっちゃってて、こっちに関してでいくと、後ろ足の、これは小指になるのかな？こうだから親指、人差し指、中指、薬指だから小指がね、欠損している状態。で、こっちもね、中指が、欠損してて、こっちもね、後ろ足がこんな感じで、まあでも欠損してても元気は元気でね、まあ、お迎えするタイミングからやっぱりちょっと指のね、そういうのは不揃いな部分ありましたが、それでも元気なんで、あとはね、この子が元気に暮らしていければそれが一番大事なことでございます。今はね、これすらも私としては愛おしい限りでございます。ごめんね、痛かったね。ただなんかもうほんと脱皮してるところ多くない？この辺もこれ脱皮ポロって取れるでしょ、これ。あ、でも頭の脱皮は嫌だったのか。今ならいける？今ならいける？あ、いけるね。あ、もう嫌ね。はい、OK、分かった。ごめん。はい、っていう感じでございます。あ、最近ね、最初に言ってはいたんですけれども、言うの忘れてたので最後にじゃあ言っておきます。皆様にお願いです。よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS ですね、 Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。ということで本日はシェフィーさんの爪切りでした。ということで以上、リントとシェフィーさんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。